忘れちゃったとかね、重要なところがよく分かってない、入門者とか中級者以上、これは向いてないかなと思いますし、他の問題集参考書と比較されても十分バチバチに戦えるぐらい、どうじゃ篠原です。今回は実際に参考書をやってみたシリーズということで、今回やったのはこちらですね、書き込みサブノートの科学基礎と科学をやりました。正確にはこの書き込みサブノートの科学基礎、僕ね多分3年前ぐらいに半分ぐらいやって、そこでなんかやめてたっぽくて、なんかこれ半分ぐらい書き込んでました、すでに。でこっちはもう全然書き込んでないっていう状態から全部やってみてというところですね。出版社はオーブン社、著者は中道先生ということで、正直じゃあこの本どういう本かというと、はっきり言うとリードライトノートとか必修整理ノートですね、その辺と一緒です。まあ中身はリードライトノート持ってるんだったらわかると思いますが、こんな感じでね、覚えるべきキーワードが括弧になっていて、この括弧のキーワード頑張って覚えてくださいねと。でそっからさらに解説とかがあったりとか、プラスアルファの説明とか、カーブだったらその融点とか沸点とかね、そういういろんなことが書いてあるみたいな感じの教材になっています。さらに科学だからっていうのもあるんですが、計算式が当然あるじゃないですか。でその計算式の重要なところだけ括弧になってるんですよ。それ以外のところは書いてくれてるみたいな感じになってるんですね。まあ科学ちょっとまだ途中だったら分かりにくいかもしれませんが、有機化学の例えば成分分析みたいなところありますよね。でそこがまあ一番計算上重要なところなんですけど、そこだけ括弧になってる。で他はもう式の掛け算とか全部書いてあってみたいな感じで、その重要なところだけポイントで抑えられる、そんな感じの教材になっています。でこの科学の書き込みサブノートなんですが、どういう人にお勧めできるかっていうと、まず学校でリードライトをもらっていない場合ですね。最近僕の知る限り必修整理ノートを学校で配る学校はあんまりないかなと思うんですが、リードライトノートは結構配ってる学校多いと思うんですよ。リードライトノートを配っているんであれば、あるいはまあ必修整理ノートを学校でもらってるんであれば、別にこの書き込みサブノート買う必要はないかなと思います。逆に学校でセミナーしかもらってないよとか、リードアルファしかもらってないよみたいな感じで問題集だけもらってるっていう場合、まあ書き込みサブノートで書き込んでいきながら要点を整理していくっていうのは結構ありな勉強法なんじゃないかなと思います。特に科学基礎ですね、科学基礎の方は文系で学び直しをしたいっていうタイミングなんじゃないかなと思うんですよ。これからマーク模試だということで学び直しをしたいなっていう時に買ってみていただいて、だいたい120ページぐらいなんで、もうバーッと書いていく中で、あ、それはこんなのあったなっていう風に思い出すっていうのも一つの方法かなと思います。正直ね、セミナー科学基礎とかもらってるんだったらそれやり直してもらってもいいんですが、めんどくさいと、そこはちょっとやりたくないなっていう場合、書き込みサブノートで一旦整理するっていうのはありなやり方かなと思いますね。結果的に偏差値帯で言うと40から55ぐらいですかね、ぐらいの人がこの書き込みサブノートやる価値があるかなと思います。一通り勉強したけど忘れちゃったとかね、あるいはあんまり重要なところがよく分かってない、結構細かくて難しいと、いろいろ覚えることあって大変だなみたいな感じの人にはぜひやってみてほしい教材ですね。じゃあ逆に言うと偏差値40未満はどうなのかということなんですが、正直ですね、独学でやりきるには結構しんどいと思うんですよ。つまり誰の授業も何も受けずに勉強するっていう本じゃないなとは思います。まあ結構ね、やっぱり科学もそうだし生物とか物理とかもそうなんですけど、独学でやるのって結構しんどいんですよね。誰かに教えてもらわないといまいち理解できない、難しいっていうところが結構ありますので、まあ教えてもらったことがあるって人ですね、でも点は取れないみたいな人はいいかなと思うんですけど、誰にも教えてもらわずにゼロからやるっていうもんではないかなと思います。でさらに偏差値で言うとまあ55以上ですねの人もまあ向かないかなと思います。これはですね、簡単すぎると思うと思うんですよ。かったるいとやってられっかっていうところもだいぶあるんじゃないかなと思うんですね。なので今偏差値で言うと55以上あるよっていう場合は、もうセミナー持ってるんだったらセミナーやりましょう、なんだったら重要問題集やりましょう、そんな風にまあどんどん演習していった方が力になるんじゃないかなと思います。まとめるとこの本が向いてるのはどういう人か、偏差値で言うと40から55ぐらいの科学の初級者ぐらいですね、入門者じゃないよっていう人、学校でリードライトノートもらってないよっていう人、そして一旦用語を整理したいっていう人、このニーズに合ってる本と言えるかなと思います。逆に言うと偏差値40未満55以上、こういった入門者とか中級者以上、これは向いてないかなと思いますし、学校でリードライトノートもらったんだったらまあそれやっときゃ OK、 正直本の内容としてはもう一緒です。さらに知識はある程度頭に入ってるんだと、どんどん演習していきたいっていうタイプには向かないですね。演習問題としては非常に少なめとなってますし、さっき言った通りある程度の数字はもう書いてるんですよ。なのでゼロから立式するっていう感じの教材じゃなくて、大事なとこだけピンポイントで押さえましょうみたいな感じになりますんで、そういうニーズの人には向かないかなと思いますね。ではこの科学の書き込みサブノート、どういうやり方をお勧めするかというところなんですが、まずは学校の授業と並行してやっていくよっていうタイプですね。その場合は授業と合わせてやっていきましょう。だいたい1週間に5ページとか、1日1ページとかね、それぐらいのペース
で十分かなと思います。学校の授業で習ったっていうところを書き込んでいた、そういえば学校でこんなんやったなぁみたいな感じでやっていく、これでいいかなと思いますね。一方でこの科学の書き込みサブノート復習として使いたいという場合、復習の場合はもうバンバン終わらせていきましょう。特に苦手としているところがあるんじゃないかなと思うんですよ。例えば科学基礎で言うと、そうですね、電池とか酸化還元とかは苦手だよね、中和とかも苦手じゃないですか。そういったところの入りでまず覚えるべきキーワードってなんだっけみたいなところをまず復習するために使うのがいいかなと思います。まあ書き込みサブノートの科学の方は向きとかね苦手に感じる人多いんじゃないですか。平行とかに関してはある程度理屈は分かってると思うんですよ。ただその実際計算で手が動かないみたいなことが多いんじゃないかなと思いますんで、科学の方はそういう向きとか有機とか高分子とかね、そっちの方を中心に使うことになるんじゃないっていうふうに思います。いずれにせよ自分が復習したいな、弱いな、知識整理したいなというところだけ絞って勉強することをお勧めします。特に科学基礎に関しては一番最初の方、陽子とは何かとか中性子とは何かから始まるわけですよ。あんなもん分かってるじゃないですか。もういいですよね、この辺はもういいと思うんですよ。だからまだ分かってないところ中心、苦手なところ中心、記憶が定かじゃないところ中心に絞ってやっていきましょう。はい、ということで今回は科学の書き込みサブノートをやった結果、実際にやってみてこういう使い方、こういう人に向いてるんじゃないかなということを紹介させていただきました。ちなみにですね、僕の方ではこちら物理のリードライトノートに関しては一通りやってるんで、その上で言うんですが、本の出来としてはまあ一緒ですね。ちょっと両方の出版社に失礼な気がしますけど、まあ一緒です。だから学校でリードライトもらってるんだったらもうそれで構いません。ただじゃあ自分の生徒に両方持ってないですと、どっち買えばいいですかと言われたら、僕は書き込みサブノートをお勧めします。ちょっとねこの書き込みサブノートの方がなんか綺麗ですね。レイアウトが市販の本って感じ、実際の本屋さんに並べられて他の問題集参考書と比較されても十分バチバチに戦えるぐらいレイアウトが綺麗で勉強しやすいなっていう印象を受けました。だからリードライトノートをもらってるんだったらいいけど、どっちも持ってない、どっち買えばいいですかって言われたら、僕は書き込みサブノートをやりましょうっていう風にこれまで自分の生徒にずっと言ってきてるし、それでね実際僕の塾、篠原塾、今年も医学部医学科とか現役で受かってるんで、このやり方で間違ってないのかなという風に思います。はい、ということで科学の書き込みサブノートについてでした。ちなみに僕の方ではこちらもう参考書、ありとあらゆる参考書を読んだり研究したり勉強したり、実際こうやって使ったりとかして自分の生徒にねこれやったらいいよっていう風に伝えています。自分の生徒っていうのは僕の方で篠原塾っていう塾をやってるんですね。篠原塾はオンラインでやっていて、自宅で受講できる家に行かない家庭教師みたいな塾になってます。さっきも紹介したようにうちの塾医学部医学科とか受かってるんで、興味あればこちらこの LINE の QR コードを読み取っていただいて、スタンプを送ってくれたら、そこから篠原塾の説明だとか、あるいは勉強していくんだったらこんな風に勉強すればいいよというアドバイスをやってるんで、ぜひ申し込んでください。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。